はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はバイク乗るときにいつも使っているフーディーパーカーですね、そちらをちょっとご紹介したいなと思います。で、一口に、フーディーといっても、まあ、デザインとか、あとその生地の厚さとか、あとはそのボディのシルエットとかいろいろあるんですけども、自分が今メインで使っている4つをちょっとご紹介したいなと思いますので、最後まで見ていただければなと思います。これから少しね涼しくなって、フーディーでバイク乗る機会増えてくると思いますので、参考になればいいかなと思います。では早速ご紹介していきたいなと思います。で、まず1着目がこちらですね。もう何度かもしかしたらこの YouTube でもご紹介しているかなと思うんですけども、チャレンジャーというブランドのフーディーとなります。まあ、結構着込んでいるので多少こうダメージが出ているところもあるんですけども、非常に物的には丈夫で、もう1年以上使っているんですけども、全然へたれることなく使えてます。で、デザインに関してはこの、チャレンジャーのロゴが前も後ろも、ランダムに入っていて、でこのフードのところにも、チャレンジャーのロゴが入っています。外側も入ってますし、あとこう内側も入っています。で、このフーディーなんでいいかっていうところなんですけども、まずちょっとねボディーが大きいんですよね。なので、まあ自分少しオーバーサイズ気味でフーディー着ることが多いんで、これ L サイズなんですけども、まあ、L サイズでも少し大きめのボディーでいいかなと思います。で、生地感に関してもこれ多分、12オンスとか13オンスとかそのぐらいの厚さがあります。かなりね分厚いですね。で、今回紹介しないんですけども、一番分厚いやつだと15オンスっていうかなり分厚い生地もあるんですけども、それだと若干乾きづらいんですよね。あの洗濯した時に水を吸いすぎちゃって、まあ、乾燥機かけても若干うっすら湿ってるなっていう時があるんですけども、まあ、この12オンスぐらいであれば、乾燥機かけてもしっかり乾燥した状態で出てくるので、まあ、使い勝手もいいかなと思ってご紹介しています。で、今9月なんですけども、9月ロサンゼルス、日中なんですけども、やっぱりこうフーディー1枚ないと海沿いを走る時は結構ひんやりするので、まあ、そういう時にはねこのチャレンジャーのフーディーよく着てます。で、逆に少し暑いとこ行きそうだなっていう時は、このフーディーじゃなくてもう少し薄いタイプのフーディー着てますね。まあ、フーディー一つ取っても、まあ、行く場所で結構自分の場合は決めていることが多いかなと思います。まあ、これも2022年のシーズンのものなので、チャレンジャーの方ではもう売っていないんですけども、まあ、これから、チャレンジャーの2023年の秋冬ものが出てきた時にぜひね、あのチェックしていただければなと思います。まあ、全くちょっと生地感が一緒かって言われるとわからないところはあるんですけども、まあ、個人的にはこのチャレンジャーの風に非常にバイク乗る時とか、調子よくできているので、ぜひねチェックしていただければなと思います。1着目は、チャレンジャーのロゴがたくさん入ったフーディーとなります。はい。で、2着目がこちらのナイキのフーディーですねとなります。これも去年買って、で今年の夏のセールでもまだ残っていたのもあったんで、もしかしたら、買えるかもしれないんですけども、まあ、このフーディーの特徴としてはまずフロントのプリントですね。フロントのプリントはこれ石像なんですかね、なんか首がない羽が生えたモチーフのものが、これはなんか立体的なプリントでゴムっぽい素材で貼られてますね。で、まあ、フーディーなのでポケットが、ついているんですけども、まあ、このポケットはねよくあるフーディー同様に貫通しているタイプのもので、それとは別でここにね横にチャックがついたポケットがあるので、まあ、例えば日本でいうと高速の通行券とか、まあ、なくさないようにここに入れたりとか、小銭に入れたりとか、あとクレカとか入れたりとかしてましたね。で、左側がねそのポケットがないんですよ。右だけこのチャックがついているので、非常にね、小物とか入れるときに便利で使っています。で、首元ですね。首元がこういう切れ込みのタイプになっているので、まあ、少しね古着感があって、なおかつね中のインナーがここからうっすら見える時があって、まあ、そこも自分はいいかなと思って使っています。で、あとこのポケットのところが切り返しがやっぱりこうほつれるタイプのものが使われていて、まあ、ここも古着感出ていていいかなと思います。まあ、このポケットの下の方もこういう感じでちょっとほつれ
る感じになっているので、まあ、この辺もねすごい味があっていいかなと思います。袖口のリブですね、リブも結構厚みがあって風が入ってこないタイプのものになってて、でリブがね長いんですよね少し、なので袖口から風が入ってきづらいのと、あと毛玉にあんまなりづらいんで、やっぱその辺もなんかナイキの質の良さが伺えるかなと思います。もうこれは1年ぐらいガシガシ着てて、もう何度も洗濯機乾燥機かけているんですけど全然型崩れせず着れてます。でフードの内側にはこんな感じでナイキの刺繍が入っているので、たまに友達とかに言われますね、そのロゴ何ですかとか、こんな感じでこう歩いているとねここからナイキが見えるんですけども、まあ、ここも反転しているのでちょっとおしゃれかなと思っています。あと、左手の肘の部分にこの桜のパッチが貼ってあって、ここも自分的には隠しポイントでおしゃれかなと思います。まあちょっとガーリーに見えてしまうっていう人もいるかもしれないんですけども、まあ、自分的には全然ありですし、まあ気になる方はねここ外して違うパッチ貼ってもいいかなと思います。でナイキのフーディーなんですけども、まあ、スポーツ用に作られているんですけども、まあ、物によっては、バイク用でも全然使えるかなと思っています。でやっぱ生地が結構丈夫なので何回洗ってもよれないですし、まあ少し値段高い部分はあるんですけども、まあ、費用対効果的にはかなりいいアイテムかなと思って、ナイキのフーディー使っています。あんまりこうねロゴがバーンと前に来ているものはあんまりこうナイキに関しては持っていないし、まあオーダーしてないんですけども、まあ、こういうね、まあ、ナイキなのかわからない感じのものに関しては、他にもね、いろいろジョーダンのものとかフーディーは持っています。でサイズ感もまあ、バイク用じゃないんでそんな袖が著しく長いってわけじゃないんで、まあ、自分は L サイズ買ってます。多分ジャストは M サイズなのかなと思うんですけども、まあ、ワンサイズ、上げて、まあ、自分の場合ねこうハンドルが肩ぐらいのところにあるのでジャストで着ちゃうと袖が足りなくなってしまうので、まあ、少し大きめのものを着てます。でナイキのパーカーとか、まあ、スニーカーもそうなんですけども、定期的にセールやってますので 30% オフ 40% オフとかやってますし、まあ、あとその 30% オフ 40% のオフの時もクリアランスセールですでに割引されているものに対しても 30% 40% のディスカウントが効いてくるのでかなりねお買い得にゲットできるかなと思いますので、気になる方はねナイキのアプリダウンロードして定期的にねメールが飛んでくるんでチェックしていただければなと思います。2つ目のフーディーはナイキのフーディーとなります。